ランスルイソウは、アメリカ西部にあるマーストリヒチアンの地層。名称は、ワイオミング州ランスクリークにちなむ。中世代の小型脊椎動物と恐竜を知る上での重要な化石産地として知られる。ランスルイソウは、モンタナとノースダコタのヘルクリークルイソウ及び、サスカチュワン南西部のフレンチマンルイソウ、アルバータ州のスコラードルイソウと生物賞を共有している。ランスルイは、 ワイオミング州のバクリテスクリノロバトスバキュライツ、クリノラバタスアンモナイト海洋体の上に堆積し、その頂点は約6900万年前になっており、6600万年前のケピコグラム境界まで広がっている。しかし、ランシアンの特徴的な陸上積椎動物は、ランス類層上部にしか見られない。ランス類層上部は、ヘルクリーク類層のような比較的薄い地層と、 相乗的に同等で、その規定部は6680万年前と推定されている。ランスルイ層のバッドランドこの地層は WG ピアスによって分厚い交渉として記述された。炭鉱色の砂岩とくすんだ緑色の結岩でなる。白秋後期の年代である。ノースダコタで約90メートル、ワイオミング州の一部では六百メートルの厚みがある。ランスルイ層は、 河川系によって流された西の内陸水路沿岸の平原地帯だった。気候は熱帯。寒気はなく、おそらくタウだった。少なくとも5万点の白亜気候期の積水動物化石が乱する遺草から回収されている。微視的な要素から広範囲なボーンベッドに至る化石、ほぼ完全な、時には関節した恐竜の骨格が発見されている。その地層から知られている。 恐竜以外のほとんどの動物は水生動物であり、一部は泡水性である。しかし、海洋化石もこの地層に認められ、海が近くにあったことを示唆している。鳥類はほとんど原生の目で構成されている。ありがとうございます。